平成築法鉄道株式会社は、福岡県で鉄道事業を営んでいる、福岡県及び沿線自治体が出資する第三セクター方式の鉄道会社である。福岡県の築法地区で、九州旅客鉄道から継承した、旧国鉄特定地方交通線の井田線、糸田線、田川線の各線を営業しているほか、2009年4月からは、北九州市からの委託で、 同市もじ区にて、特定目的鉄道として、もじ港レトロ観光船のトロッコ列車を運行している。もじ港レトロ観光船を除く井田船、糸田線、田川線は各線とも、筑豊本線から筑豊丹田の三端地に向けて分岐する支線を発祥とし、一両編成のディーゼルカー主体で運行される典型的なローカル線である。ただし、運転本数。 駅数ともに、旧、国鉄及び転換前の JR 時代の約2倍に、増やすなど、積極経営に転じ、沿線の学校に通っている学生や、田川市立病院に通院する高齢者など、いわゆる交通弱者にとっては、非常に重要な交通機関となっている。同時に、それら施策の影響で、沿線エリア内の西鉄バス利用者が、大幅に減少し、バス路線の廃止が、 相次いだ。利用者に運営に参加してもらい地域との連携を高めるため、線路の枕木のオーナーになってもらう枕木オーナー制度を実施した。会員制でオーナー会員になると、名前や好きな言葉の入ったプレートが新しい枕木に取り付けられる。会費は枕木の交換費用の一部に充てられる。地域と連携し、我が町の鉄道という意識を高める。 この事業は、鉄道を活性化させる事例の一つとして注目される。2008年には、列車内の吊り革のオーナーになってもらう、吊り革オーナーが募集された。2008年7月からは、ラッピング広告の形で、車両5両の命名券を販売している。また、同年9月1日から11月28日まで、全35駅の内田川市立病院駅、 現時の森駅を除く33駅の駅名愛称命名権の募集を行った。14駅に関して応募があり、2009年4月1日より16駅に愛称が付けられている。なお、個人に対する販売は行っていない。取締役会長には、福岡県知事が、代表取締役社長には、田川市長が、それぞれ非常勤として務めていた。 小川洋は、福岡県知事就任に伴い2011年ほぼ、自動的に会長の座につき、文字港レトロ観光船の累計乗客が50万人に達した際は、会長として、セレモニーに参加した。2017年に営業収支の改善を図るため、民間から、常勤社長を公募し、新社長に選ばれた、河井県一が、同年10月4日に就任した。 社名は1988年に一般公募し、翌1989年1月7日が社名決定日だった。社名の最終候補に残ったのは新築法、公用、明けぼの、サンラインの4つ。いずれの候補にも新たなスタートという共通した意味合いがある。しかし、1月7日に昭和天皇の崩御で新元号、平成が発表されるや、否や、 急遽、平成築法鉄道株式会社に決定した。新たなスタートと、新時代の幕開けで演技を担いでいる。平成を社名に関した会社の先駆者的存在である。会社名自体は、平成築法鉄道だが、車両側面の社名表示は、平成築法鉄道と書かれている。この築法をひらがなで、築法とする表記は、同社パンフレット等にも多く見られる。 また、同社が、JR 九州との業務連絡に用いる、正式略称は、平田鉄、または、JR 九州の、九州会社という略称に対して、平成会社と定められている。路線図駅ナンバリングは、伊田線、田川線で、能型から行く橋に向かって、通番であり、糸田線では、武前大熊から田川五島寺に向かって、通番となる。なお、 このナンバリングの数字は、整理券の番号と共通である。各線とも各種交通系、IC カードは利用できない。導入予定もない。大人普通旅客運賃現在の車両過去の車両、DB10 型と虎7万系かな大器にある、車両基地の車庫内で展示された、元日立中海品鉄道のキハ2004型2016年。 茨城県の日立中な海品鉄道からキハ2000系、機動車キハ2004号を導入した。これは、キハ2004号の廃車を知った有志らが、かつて、九州を走っていた、純急、光で使用された、キハ55系がまとっていたクリーム地に、赤帯の、純急色の塗装がされ、純急、光のイメージを持つキハ2004号を保存しようと。 キハ2004号を守る会を結成し、日立中海浜鉄道との間で、譲渡交渉を行ったものである。輸送業者との間で交渉を重ねた結果、車両本体は無償で譲渡、搬送方法は船舶を介して行うこととなり、費用は搬送費を含めて800万円と見積もられた。資金の調達は、クラウドファンディングサービスレディフォーで行われ、 最終的に必要金額を上回る890万円の寄付を集め、プロジェクトが成立した。2016年10月13日夜から14日にかけて中港から搬出され、東京の有明港へ陸送された後に船積みされた。16日早朝に新文字港に到着、17日深夜に新文字港から陸送で出発し、未明に 金田駅の車両基地に到着した。その後、10月23.24日の平地区フェスタで公開された後に、12月3日には金田駅で譲渡式が行われ、同日と翌4日には、クラウドファンディングの寄付者限定でお披露目会が行われた。当面は、金田駅構内で胴体保存され、体験運転などに利用される予定であり、2017年4月に、 一般公開が行われた。将来的には、予備部品の確保や、保安機器の取り付け、全般検査などを行い、本線走行を目指すとしている。2017年10月現在、車席はない。2007年のテレビドラマ、東京タワーおかんと僕と、時々、おとんの第1話のラストシーンで、田川線のゆすばる駅が登場した。なお、当初は、 映画版のロケも行われる予定で、撮影用に JR 九州からキハ 58K 機動車をリリースするなどの準備を進めていたが、初般の事情で見送られた。ありがとうございます。